鈴木バイオリン製造株式会社は、バイオリンなどの弦楽器を製造する会社、愛知県大府市に所在する。1887年、創業者の鈴木正吉は、当時ジャミ線職人であったが初めて見たバイオリンに、惹かれ見よう見真似で、バイオリン製作を、はじめ、翌88年に第1号が完成。1890年には工場を建設し、本格的な生産を開始した。 1930年に株式会社に改祖し、現在の名称となる。1935年、大府分工場を新設。翌36年に岐阜県江那市に本社を移転した。1946年に本社を名古屋市中川区に移転。これに再し江那工場を分工場とし、1954年には有限会社江那学期となった。2019年1月、本社を 名古屋市畜作に移転したが、2021年1月に、かつて文工場が置かれていた愛知県大府市に移転している。なお新本社には本社工房のほか、鈴木メソードのバイオリン教室を開講予定である。製造されるバイオリンは、学校教材用の1本6万円から上級者用の150万円まで、国内シェアは40%に上り、年間1万3000本を製造する。 創業者、鈴木正吉の三男は、幼児、子供の音楽教育法で有名な鈴木メソードの創設者の鈴木陳一。エナビオロンは、かつては、鈴木バイオリン量産楽器の製作を行っていた、岐阜県エナ市のエナ楽器株式会社が、楽器卸し販売の辰野屋商会と共同開発した、独自ブランドの弦楽器製品。使用される材料も日本製で、 日本国内唯一の量産弦楽器メーカー、鈴木バイオリン産業株式会社が九百四十四年の空襲により基礎産林学校の木工室に疎開し、楽器の制作の代わりにグライダーの部品を作っていたことに始まる。九百四十八年から本来の楽器工場に復帰し、鈴木バイオリン楽器と称号変更し、ウクレレ、バイオリン、ギターを生産したが、 1950年12月に倒産。有志により1951年3月に有限会社、鈴木バイオリン社として新発足した。鈴木バイオリン製造を特別するために基礎鈴木。鈴木バイオリン社は低価格のバイオリンや分数楽器、またェルートのブランド名でエレクトリックギターやベースなどを製造していた。一時期は全国生産学の 約4割を占める生産量を保っていたが、1985年に倒産し、材料や機械を音楽企業の ESP に売り渡した。1944年、大府飛行場及び、下工場建設のため、三菱重工業名古屋航空機製作所に、買収されている。また、工場隣接地には、製品研究所が置かれ、正吉は亡くなるまで、 ここで研究に没頭していたとされる。ありがとうございます。